odds are all against me. I'm ready to go, burning it down. Please, mama save us. I swear the baby's lately crazy these days. People dancing like they warriors. Use the passion. I got my head in the clouds, intergalactic. I'm on a venomous prowl, ready to snatch it. はい、それでは次いきます。2人の仲間どうですか。どうですかって言っても、俺が聞いてるのか。俺、大阪来た時連絡しますよね。はい、そうです、いただきますね。俺が知り合いの人と外を追って飲みに出てる時とか、タイミングが合うんです。1回目で。そうですね、ぜひご一緒させていただきたいんですよね。タイミングがね、俺も急に言うしね。本当に急ですよね。もう超急やな。そうですよね。でもちょっともう、ほろ酔いですかね。連絡いただいて。いや、ほろ酔いどころじゃない。俺あれなかなか酔っ払ってたよ。あ、もうベロベロですか。すごいベロベロで電話一回したね。あー、すいません。で、俺がもう、はい、寝てる時ぐらいに電話かけてきて。そうですね。ね、まあ、時間帯が違うんで。そうやね。ちょうどもう大輝さんが飲んで、あ、もうちょっと眠たいわっていう時間から、僕今からやみたいな感じなんで。あー、はい、いや、もうさすがに寝てますよ。もうそこのフィールドには立てないですから。いや、でもあまりわからないですよね。相当飲まれるんで、うん、なんか酔ってるか酔ってないかちょっとわからんくて。俺、はい、酔ってますよ。酔ってます、酔ってます。で、この間その打ち上げの時に一緒に飲んだじゃないですか、うん、その時に分かったぐらいですね。あ、飲んだらこうなるんだって。飲んだら、まあでも俺あれなかなか飲んでますから。そう、酒っていいですよ。そうなんですよ。これちょっとテレビに向けて言うのもあれなんですけど、うん、酔っ払うと可愛いですよね。そうなんですよ。はい、もっとなんかイメージはもう亀田兄弟酔っ払った酒癖悪そう、でもめっちゃ絡まれそうみたいなと思ったんですよ、ぶっちゃけ。けど逆になんか優しくなりますよね。あ、そうっていう印象でしたけど。じゃあよかった。いや、まあ、あれ酔った勢いでもまたボディ食らったらどうしようと思ってました。いや、ほんまに折れるわと思ったから。俺酔って人殴ってたらここ折れへんで。確かにそうですね。まあもう大人ですよね。もう違うとこいますよ。危ない、はい、じゃあ最後になります。はい、お互い業種は違いますがプロとは、うん、はい、これはでもこれで言ったら飯食ってたからね、うん、言ったらボクシングやってた時はボクシングで飯食ってたから、うん、やっぱそのリングでね、どれだけ人を喜ばせるか、うん、ボクシングの試合のチケットって高いんですよ。ちなみにだって、はい、普通のモニターは世界戦絡まない試合でも1万円の席だと1万円ぐらいするし、うん、世界戦の試合だったら5万から10万するし、うん、1万円の席だから一番後ろの席なんかやったら3000円とかであるけど、うん、見えないから、うん、そうですね。強いのだったら高いんですよ。ライブのチケットで1万やったらいけるでしょ。そうですね、はい、そうだから、まあ、命がかかってますからね、うん、選手の命がかかってますから、それぐらいあっていいんですけど、うん、さてそれでお客さん満足するのか、うん、満足させれればプロですよ、そこでやって。だから別にホストとやったらそうやと思うし、別にこの仕事だと思うんですけど、満足させれれば何だってプロだと思う、うんうん、人を、まあ笑ってもらってよかったなって、まあ言ったらお店だったらこのお店行ってよかったって言って気持ちよくお金払うのか、うわ高かったな、あの試合高かったなとか、あ今日の会計高かったなって言ったら、まあ言ったらまだちょっと、まあ、二流じゃないけどあれやね、ちょっと落ちるわね。だからあの試合行ってよかった、また行こう、うあの店また行こうって言われてやっとプロやね。まあプロっていうか一流やね、うん、やっぱりじゃあ、うん、背負ってるものが大きいですね、うん、だから、はい、そうだね。だから俺はボクシングで強いだけがすごいのかって言ったら違うと思う。ボクサーって強いやついっぱい多いんですよ、うん、でもお客さん呼べるやつって言ったら抜いたら少ない、うん、お客さん呼べて俺はプロやと思う。プロイコール強いじゃなくて、プロイコールやっぱり喜ばせるエンターテイメント、うん、それだったら所詮アマチュアですから。だから俺はリングの上で歌ったり試合前盛り上げたり、もちろん悪いことも言いますから、ね、僕は考えてるのはそうです、ね、そこですね。
なんか、まあ、本当に業種は違いますけど、うん、まあ、僕たちそのホストも、まあ、自分をどんだけ売り出すためか、うん、まあ、注目されなければ本当にもう存在ないので、うん、本当にニートと変わらないんであれなんですけど、本当に、まあ、そのボクシングのプロとしてやってるのであれば、本当にもう強ければ、うん、もう目立つだろう、もうアイドルだろうっていうイメージだったんですけど、違うね、なのでですね、うんうん、やっぱり、うん、だって俺も俺世界チャンピオンやけど、はい、そこまでの言うほど強い、言ったらもうめちゃめちゃ強い世界チャンピオンじゃないから、正直俺ね、本当ですか、視聴者はみんな、でも、でも知ってるでしょ僕のこと、ええ、うん、それがやっぱりそこですよ。でも俺より強い日本人の世界チャンピオンなんていっぱいいますから、でもやっぱり世界チャンピオン、え、お前世界チャンピオンなのって言われる世界チャンピオンになりたい、嫌やろ、うん、え、お前世界チャンピオンな、はい、知らなかった、そうですね、世界チャンピオン歩いてて声かけられんかったら、かっこ悪いやん、そうですね、うんうん、そう、だからそういう世界チャンピオンでなりたくなるね、うん、だから子供の時ずっと思ってた、はあ、子供の時からじゃあもうその2フェーズっていうの、いや、それはもう、もう、うん、そりゃそうやで、どうすればなれるかとかも子供の頃から考えてトレーニングしてみたいな、そういうのはもう、もう親父とかともいろいろな話してた、どういう風にしてあのお客さん入れようかとか、どう、まあ、ボクシングって日本ではそこまでマイナーやから、うん、どういう風にお客さん呼ぼうか、じゃあまあ歌うか、うん、で違うファン層が来るから、ボクシングのこの庭だけじゃなくて他の人たちも来るからね、はい、見たい、うん、それはまあ成功っちゃ成功、それは誰かに歌えって言われたわけではなく、うん、大地さんから自分で考えて、そう、カラオケ大好きやって、うまいですよね、めっちゃ下手やで、本当ですか、じゃあ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 今はまだ人前で歌えるようになったけど、当時なんか聞いたらもうアホじゃんあんたみたいな、まあ、リングで歌って恥ずかしいわ今みたいな、見られへんもん、あれ見たくないですか見たくないポルティッシモとか歌ってたけど面白いなと思うけど、見てました、あ、でもお客さん喜んでるから、まあ、それはそれプロとしてはね、やっぱり、まあ、本当にリングに立てばあの相当の緊張感のプレッシャーいっぱいあると思うんですよ、その中で試合終わった後に歌うって相当肝ったま座ってますよね、それ言われるけど俺全く緊張してんの、じゃなかったら、まあ、あんだけ歌えないと思うんで、いやいやいや、俺逆になんで歌を歌うことが緊張なのかって、だって俺プロじゃないんだよ、歌詞、だって歌詞間違えたって言ったらちょっと音程外したって、俺ボクサーだから、まあボクシングで顔面殴られる方がかっこ悪い、だボクシングの試合は緊張するけど歌を歌うとき全く緊張しない、おお、あ、いいお言葉ですね、でしょ、はい、考えたら分かるじゃないですか、俺プロじゃないんだ、歌手やったら緊張するんだよ、むちゃむちゃ歌手じゃない、背負ってるものがあるかないかなんね、うん、多分そうかも、ボクシングはね、それで仕事やから負けたらやかんから死ぬ練習するし、試合も、もう一つのミスもなく頑張ってやるけど、ミス、ミスなんかしなくてもいい、うん、うん、まあでも本当にもうプロレベルで上手いしね、周りからの声があった、あれは俺がボクサーだから、俺が歌手ですって言ったら誰もうまいとか言わない、歌手なんていっぱいもう言ったらもう、もうむちゃむちゃうまい人だらけやから、あ、まあボクサーやったらまあうまいんじゃないっていう、うん、それでいいんですけど俺ボクサーだから、うん、本当に今回のそのアベマの企画で、うん、まあ芸から離れて1000万チャレンジっていうのに、まあ、出てね、リングに立ちましたけれども、やっぱりその現役とは違う、まあ、背負ってるものもたくさんあると思うので、うん、まあ、プレッシャーはいろいろありましたよね、まあ、そうやね、そういう意味ではあった、うん、まあ、でも本当に、まあ、僕も一緒に試合をさせていただいて、うん、本当にいい経験になりました、うん、ありがとうございます、まあ、今改めて言いますけど、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に、じゃあ以上で、はい、質問のほどは終わりとさせていただきます、ありがとうございます、はい、また機会あったらぜひご一緒に飲みに行きませんか、ね、ちょっと前もって言ってくれれば一番助かるんですけど酔っ払う前ぐらいに、okay. はい、よろしくお願いします、そうですね、はい、ありがとうございました